じゃあそろそろ出かけようか、エイシンくん。エイシンくん、あれ忘れちゃってんの？そろそろ出かけるよ、エイシンくん。あれいない、エイシンくん、あ、こっちだ。まだスイッチやってんの？エイシンくん、行きますよ、今度こそ。わあ、まだエイシンくんスイッチやってる。ガー、エイシンくん、台湾に来てまでまたしてもスイッチ隠す。はい、来た。はい。はい、いいですよ。さあ、どこへ隠しちゃったのか。今回は、隠しました、パパ。お、完全に隠しました。はい。はい。以前はね、見えるところにずっと置いてきてくれた。あれ隠してる。こんなとこ、これ何？それ、えちゃん、ゴミだから。ゴミ？ゴミ出さないでくれますか？さすがにここにはないか。まあ、洗面所とかね。ないよね、さすがに。トイレの中とかもないと思うよ。さすがにトイレの中ないよね。ないから、壊れちゃうからね。はい。なんか、パパデフォルトマップいっぱい用意してたからな。そう、いろいろね、音をね、ガチャガチャ取ってみた。怖っ。あった早いよ早いよ、よっしゃ早い、もうもうちょっとあっち行ってくんないと。やったゲット。パパ、行くよ。あれパパ、あ、パパ写真撮ってんだ。パパ行こう。よし、パパそろそろ行こう。まだ写真撮ってんの？なんでまた写真撮ってんの？パパ、パパ行こうって言ってんのに、なんで写真ばっか撮ってんだ。くわめろ、隠す。はい、どうぞ。じゃあここにまず刺してと。出た出た、悪魔英雄。声が大きい。パパね、今回ね、こっちに絞ろうかなと思ってます。なるほど、こっちに絞ろうかなと。エイシンくんの表情を見極めながらね。これ表情を見せてくれないけどね。でこっちとかどう？あ、ない、あ、ないね。ちなみに見えるところ？全然見えません。見えないか。絶対。じゃあ次こっちってね。こことか。お、ない。あれ？絶対わかんない。わかんない、絶対わかんない。この下とかは？あ、ないね。まさかと思うけど、これスーツケースなんか突然入れてないよね。怖いんだけど、あんた悪魔みたい。あのスーツケースの中はさすがにエイシンが反則だからね。あの違うで、ないね。あら、ってことはパパの勘は外れたな。じゃあヒントを教えしましょうか。いや、教えなくていいです。うん、いや、こっちだな。ここわかるかね。まさかと思うけど、同じところ。冷蔵庫の中は？さすが、さすがないか。あ、ないね。あれ？Aちゃん、Aちゃん声が怖いから。まさかと思うけど、金庫の中もないよね。Aじゃねえ、ゾンビみたいになってるから。あ、ない。あら、え、ということはもうあれだな、この洗面所しかないな。洗面所の中に隠すとこと言ったらここしかないんだよ。あ、ない。あれ、こっち。あれ、ない。え、ここもあんの？あ、ない。あれ、わかんない。ちょっと待って。ええ、パパ、んギブアップする？しないよ、まだ。まだしない。エイシンくん、ギブアップします。よっしゃー、負けた。じゃあ教えてあげようか。うん、これね。うん、そんなとこ。うわー、わかんなかったー。イエーイ。そっか、よく考えたらさ、
カメラ隠したんだよね。うん。パパスイッチだと思ってさ、スイッチ一生懸命探しちゃったわ。そうだ、カメラ探したんだ。カメラが入りそうな大きさを見極めなきゃいけなかったんです。はい、ということで今回は台湾で宿泊しているシェラトンのホテルで、宝探しゲームというか、お父ちゃんにスイッチ隠された、 AC にカメラ隠されたやってみました。レジ君は見事に探せましたね。パパは探せませんでした。楽しかったね、うん、はい、またどっか泊まる機会があったらまたやりましょうかね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、今回のおすすめ動画質問とも出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしく、ね、ということで今回は以上でございます。バイバイ、